どうもジャムユーです。今日はですね、最適化講座、こちらをやっていこうと思います。まず最適化とは何だと、思う方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明しますと、速度を上げることができる、これがまず一つと、なんといってもですね、ミスの比率を圧倒的に少なくすることができるのがこの最適化という素晴らしい技術ですね。このまあ二つのメリットを持った、もうテトリスにおいては圧倒的にも必須技術になりますので、早速こちらの解説をやっていこうと思います。まずね、最適化でもまあいろんな技術があるわけなんだけど、まずはじゃあ折り返しという技術を説明したいと思います。それは何かと言いますと、端っこですね。身の端っこまで持ってってから一個戻す操作。これを折り返し操作と言います。こう言って、端っこまで持ってて一個折り返す。端っこまで持ってって一個折り返す。まあ、今はその回転しないパターンなんで、まあ、ちょっと地形はぐちゃぐちゃになりますが、まあまずはこの技術ですね。シンプルではありながら、しっかりこれを習得していくことによって、圧倒的に速度上がりますから。一個一個この動かすよりは、端っこに持ってって一個ずらす。端っこに持ってって一個ずらす。端っこに持ってって一個ずらすと。あ、これね、まあ、非常にシンプルで、まあ、覚えるのは簡単だと思うんだよ。けど、覚えるの簡単ではありながら、必須の技術ではありますね。では、次説明していきます。次はですね、壁に押し付けてからの回転。まあ、ちょっとこれ難易度上がるんですけど、今、さっきの、折り返し操作は、端っこに持ってて一個ずらしていたんだけど、今度は端っこに押し付けたまま回転。端っこに押し付けたまま回転。端っこに押し付けたまま回転。これですね。この技術。まあ、大見はその回転入れができないんで、折り返しの一択でいいんですけども、これは押し付けてからの回転。押し付けてからの回転。なんでこれがいいかと言いますと、まあ、ちょっと後々説明します。歩みのに関しても後々説明します。まずは、持ってって回転。持ってって回転と。まあ、ちょっと回転方向はもちろんありますが、まあ、それはもう、普通に。慣れで大丈夫だと思いますので。なぜこれがいいかというとですね、大美濃以外で折り返し操作。まあ、先ほど言った通り、端っこに持ってってから一個ずらす。この操作をしてしまいますと、例えばだけど、なんだろう、Z 美濃というか、一回先に回転しておいて、一個ずらす。まあ、ダメな例をじゃあやっていきますね。ダメな例をやると、こんな感じですね。端っこまで持ってって一個ずらす。端っこまで持ってって一個ずらす。これがじゃあダメな例です。まあこんな感じですね。なぜこれがダメかというとですね、やっぱり、壁に押し付けてからの回転と比べると圧倒的にその入力回数が多くなってしまうんで、ミスの比率がだいぶ上がるんですよね。さっきのやるよりは圧倒的にこちらの押し付けて回転、まあ、一個手前に置く場合ですね。こちらの一択に本当に絞った方がいいです。今回はいい例をやっていきますね。押し付けて回転、押し付けて回転と、もう本当にミスの比率圧倒的に少なくなりますから、この技術ですね。まあ、回転方向ちょっと変わりますがね。ミノの置き方によって回転方向は変わりますが。まあ、その回転方向っていうのは2つのボタンしかないので。まあ、それは簡単だと思います。まあ、こんな感じですね。これが、壁に押し付けてからの回転の一つになります。で、アイミノの場合ですね。先ほどアイミノ、後々言いますと言いましたが、なぜアイミノがちょっと例外かと言いますと、アイミノの場合って実はその2択あって、このパターンですね。この、左から3列目に置く場合は、端っこまでずらして、右回転。この場合右回転ですね。右回転で、端から3列目にちょうど行きます。で、こうテトリスが打つことができるんですけど、もう一つのパターンがありまして、それはですね、これですね、端っこから2列目の場合。まあ、これもその、
端っこまでずらすっていうのは変わりないんだけど、回転方向がちょっと違って、左回転ですね。左回転をすると、このように、アイミノが2列目に行って、しっかりテトリスを打つことができると。まあ、これはね、右側も同様なんで。しかし、右側と左側でちょっと回転方向が変わるので、そこだけ要注意ですね。まあ、一応右側もやりますが、まあ、このように普通に積んでテトリスを組んでって、この場合は、右回転ですね。右回転が2列目に行きます。まあ、PS をコントローラーで今やってるんですけど、PS をコントローラーで言うと丸ボタンですね。丸ボタンで、ここに行く。で、先ほどと同様、逆の回転ですね。あ、間違えた。ちょっと今間違えましたが、3列目のパターンを解説していこうと思います。こうして。こうですね。このパターンは、端っこまで持ってってから、左回転。で、3列目に行きますよ。まあ、このね、アイミノのパターンは、その2択があるんで、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないところの一つになりますね。まあ、アイミノも先ほどと同様、折り返し操作はしないようにしましょう。どうしてもね、やっちゃいがちなのが、そのダメなパターンですね。ダメなパターンなのが、ちょっとここで組むか。ここで組みますね。あえてその形を作るってなると、ちょっと難しいかもしれない。この端っこまで持ってって1個ずらす。この折り返し操作は絶対にやらない方がいいですね。このまま入力入らずに、端っこに置いてしまったり、1個ここら辺にずれたりしてしまう可能性が非常に高くなるので、特にアイミノっていうのは、置きミスの比率というか、置きミスしたら一番致命傷になるミノ第1位なんで、アイミノに関してはもう絶対にこの最適化というか、この壁に貼り付けてからの、押し付けてからの操作の仕方を覚えた方がいいですね。というわけで、今のが、壁に押し付けてからの回転のパターンでした。で、今言ったのが、折り返しと、壁に押し付けてからの回転の2つを紹介したんですけども、次からがちょっと上級テクニックになりますね。今言ったこの折り返しプラス壁に押し付けてからの回転を、混合させた最適化の技なんですけど、それはどういった技かと言いますと、端っこに持ってって、一回折り返して回転ですね。端っこに持ってって、一回分折り返して回転。端っこに持ってって、一回分折り返して回転。これですね。この操作。これがね、まあ、どういうことになるかというと、まあちょっと説明的には非常に難しいんですけど、この、テトリスってどうしてもその、端っことか真ん中じゃない限り、最速で置くのって難しいと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、こういうその最適化の技術の混合技によって、この端っこから3列目、右から3列目と左から3列目に即座に置くことができます。大見は省略して、例えばなんだけど、こっち側でもそうですね。端っこまで持ってって1個ずらして回転。端っこまで持って1個ずらして回転。端っこまで持ってって1個ずらして回転。まあ、これをね、早くやるとどうなるかと言いますと。ミスった。まあ、こんな感じになりますね。なんつうんだろう、もう、動きがカクカクしているというか、最適化をすると、なんつうんだろう、機械が動いてるような動きになるんですよね。すごい動きがカクカクしてませんか？カクカクしてて、なんかもう、最速で置けてるような、かっこいい操作になりますよね。こんな。この混合技をやんない限り、こんな最速で、ここにミノを置くことはできないので、この技を習得することも非常に重要になります。ちょっとね、これはまあ、習得するの難しい技術なんだけど、これを習得することによって、圧倒的に安定感も上がりますし、速度も上がると。いうことですね。まあ、もう一回やってみますね。最後にもう一回やってみます。まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっとこういう操作を、3パターン紹介しましたが、折り返し、プラス、壁に押し付けてからの回転。で、最後に上級テクニックで、壁に押し付けてから折り返しプラス回転。この3パターンですね。まあ、これをちょっと、まあ、どういう違いがあるのかといったところなんですが、
まあ、ちょっとなんか40ラインとかで試してみましょうか。今まで紹介したので、かなり理解した方なら、操作で多分違いがわかるのではないでしょうか。自分の40ラインを見てぜひぜひ参考にしてくださいと言われて。40ラインをやってみましょう。まあ、こんな感じですね。多分もう違いが分かったのではないでしょうか。テトリスって、テトリスって、ラストテトリスと。まあ、今のその技術で、全部その折り返しの技術と壁を押し付け回転、プラス、壁に押し付け、プラス折り返し。じゃない。壁に押し付けてから折り返しプラス回転の技術。全部今使ったんですけど、違いが分かりましたかね。この最適化の、この3パターンの技術を極めることによって、本当に圧倒的に速度も上がるし、ミスの比率も少なくなるし、なんといっても美しい操作になるんですよね。なんつうだろう。綺麗な操作って言いますか。圧倒的になんかもう動きがカクカクしてても、即座に置けて、なんか、操作も美しいみたいなね。お美しいかつ強さも上がるし、速さも上がるしという、もう三石二鳥、四石二鳥ぐらいあるんで、もうね、ぜひぜひ皆さん習得してみてはいかがでしょうかというわけで、最適化講座は以上になります。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。